林愛一郎は、大日本帝国陸軍の軍人、最終階級は、陸軍少佐。日中友好会会長、中国人民解放軍空軍の創設に貢献した。大阪府出身。大阪府南河内軍藤寺町の農家、林一郎の四、男として生まれる。1931年4月、富田林中学校を卒業。 1932年1月に入営し、陸軍航空兵に投兵となる。同年9月から1933年4月まで、所沢陸軍飛行学校で学ぶ。1934年8月から1935年1月まで、第51期総縦学生として、訓練を受ける。飛行第一連隊付けなどを経て、1936年12月、 陸軍航空兵総長に昇進し、熊谷陸軍飛行学校助教となる。1938年5月、第18期将位候補者として、陸軍士官学校に入校し、同年11月、優等で卒業した。1938年12月、陸軍航空兵将位に進級し、陸軍航空士官学校付となる。1939年12月、 陸軍航空兵中尉に昇進。1941年9月、飛行第54戦隊第3中隊長となり、太平洋戦争を迎えた。1942年8月、陸軍隊員に進級。1943年11月、飛行第54戦隊付けとなり、第37教育飛行隊長を経て1944年12月、陸軍少佐に進み。 関東軍の第二航空軍独立第101教育飛行団第4連製飛行隊長として終戦を迎えた。戦後、ソ連軍への降伏を拒み、部隊を率いて山中に潜伏したが、食料がつき、中国国民政府軍に降伏することにしたが、5人により中国共産党軍に降伏し、捕虜となった。林彪や中国共産党中央東北局の 方針初期に中国共産党軍の航空隊設立を要請され、部下300人の生活保障と引き換えに受諾した。1946年1月1日に航空総隊を設立し、主団隊長に次ぐ副隊長検参議に任命された。同年2月に通過事件が起こると、隊員が数名事件に関係したことが明らかになり、 中国共産党中央から林を銃殺するよう3度命令が出された。林は事件前日に放棄の情報を政治委員の前田行茂に伝えていたため、政治委員の木の位置が弁明を務めた結果処刑を免れたが、航空総体の人事権は前田に移された。3月1日に東北民主、貫根軍航空学校が発足すると飛行主任教官に任命され、 中国共産軍の航空隊育成を行った。1956年8月に帰国。その後、日中友好会会長を務めた。帰国後は、八素寺軍に抑留された自分たちは、抑留されたことによって、恩給年限が伸びたために、十分な恩給をもらっているが、同じく八素寺軍に抑留された日赤などの、非軍人の人たちについて何らか、 救済措置を講じてほしいと、飯田忠夫参議院議員に頼んでいる。中国方面陸軍航空作戦防衛庁、防衛研修所戦士室編、朝雲新聞社、戦士総書74、1974年、288ページ。筒井茂雄を12東北高校への参加、オーラルヒストリープロジェクト第114回。 国会内閣委員会第4号平成元年6月20日午前10時開会。ありがとうございます。